はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週もね、ファミツドットコムさんの、販売本数ランキングの方がね、更新されたので、これまずグラフ、これね、実は先週更新がなかったんですよ。だから今週2週分の更新あったんで、まず1個目、これ3月6日から3月12日のね、分が更新されたやつ、本来なら先週発表されるはずだったと思われるんだけど、これはまずね見ていただくと、一応新作が 1,2,3,4,5 本入ってんだけど、あんまり勢いが良くなかったかなってとこなんですけども、一応まあここでね、順位3位まで数字を見ると、星のカービィ Wii デラックスが1位で 32,132 本で累計 283,744 本、2位がポケットモンスタースカーレットバイオレットで 28,89 本、累計が 429,9287 本、3位がスプラトゥーン3で 15,861 本で累計 393,4627 本ということで、まあ新作は入ってんだけども、こう定番がねまた元に戻ってますよっていう、こうグラフになってるわけですよ。でこれを踏まえた上で、本来ね今日というか昨日更新される予定だったやつが、まあこれも更新されてるのを見てみると、こんな感じのグラフになっていて、こっちを見てみると、まあね、同じ上位3位同じやんっていうことになって、でこれがですね、数日してはちょっと落ちてるのかな。1位の星のカービィ Wii デラックスが25,201本で、累計 308,945 本、2位が、ポケットモンスタースカーレットバイオレットで、15,306本で、累計 494,593 本、3位がスプラトゥーン3で、12,100本で、累計 394,627 本というふうになっています。ということでね、先週と今週でこう1位から3位はね、こうまんま同じのが来てるんだけど、4位以降を見てみると、まあ先週ね、何気にこうまず入っていた、あれですね、ゼロとかね、ゼロが4位に入ったのが、月はみね、月はみの仮面のスイッチ版がググって22位まで落ちてて、一気に落ちるのがわかるじゃないですか。で、かと思うとマリオカート8がひょこっと戻ってきてたりね、して、結構、で、あともう一個ね、先週のね、順位だと、6位に入ってたね、IB なんて、IB でいいんだよね、これ読み方。違ったかな、まあいいや、あれがもうストーンオーズしても30位以下に落ちててね、だから先週新作で入ってて、やっぱ勢いがなかったんで、もう、後に目なくなってるわけですね。で、今回 2個だけ順位入ってるんだけど、これもね、ちょっと寂しいんですよ。まあ、ベヨネッタオリジンズもね、6位に入ってるけど、任天堂のタイトルでパッケージなんだけども、累計で6474本しかなくてね、これもちょっとね、まあ2週目残るかもしれないけども、ちょっと勢いがここまでないのかっていう、ちょっとびっくり状態です。はい。ということを踏まえてかわかんないけど、ちょっとね、いろいろ順位を見て、グラフを見てみようと思います。はい、まずは、1個目に紹介した方のね、先週のね、ランキングの方に入ってたのが、もう今週のね、ランキングで消えてんだけど、レイズアーケードクロノロジーと、ゼロ、月はみの仮面。これも、スイッチ版だけ残って PS4 版もうね、先週一周で落ちてるんだけど、一応一周目の数字を見るとこんな感じになっていて、スイッチ版の方がどちらも売れてることがわかります。ただ、ゼロ、月はみの仮面に関して言うと、前回のね、リメイクが出た時には、1周目 PS4 が強くて、2周目でスイッチが抜くって感じだったんですけど、今回はいきなり1周目からスイッチの方が上で、2周目で PS4 がランクから落ちてるという、まあそういう感じになっています。で、レイズアーケードクロノロジーもね、まあ1周目は両方とも入ってるけど、でも数字寂しいから2周目にもうがダウンって30位から落ちてると。まあそんな感じになってるんですけど、ただどちらもね、やっぱり、まあ若干ながらスイッチが上回ってるんで、まあまあ基本的にこの辺はね、今後もこういう傾向続くだろうなという予想はされます。はい。で、次。スイッチのカービィね。今回ね、今週ね、久しぶりにスターアライズがね、ランク、久しぶりでもないか。またひょこっと戻ってきてたんですよね。スターアライズがですね、21位に入って、1964本入ってて、スターアライズ入ってるんですけども、だからスターアライズが入ると、この、ディスカバリーが入ると、ここのグラフのね、この100万超えのところがね、少しずつこう伸びてるのがわかるんだけど、まああんまり伝
伝わんないかなこの辺は。でそれとあと星のカービィ Wii デラックスの方がね、まだグラフ4周目かな、これ分かりにくいんだけども、これを単体で見るとこんな感じになっていて、まだ一応ね Wii の時に出た星のカービィ Wii はその後ね、なんか10周目ぐらいからグーっていきなり上がってたりするんで、それに比べると今は調子いいんだけど、ちょっと来週以降この、ね、ちょっとてかまあしばらくするとこの Wii の時に出たね、星のカービィ Wii と今の Wii デラックスのね関係性がこうグラフが今は上回ってるけど、まあいずれこれはちょっと追いつかないところに行っちゃうんじゃないかなというのがこれでわかるかと思います。で次がね、光栄テクモの死にゲー、これ僕は勝手に死にゲーって読んでるだけなんですけども、まあ二王とウォーロングなんですけど、ウォーロング一応ランクに入ってるんだけども、ちょっとねそんなに伸びが良くないんで、まあこのグラフも作らなくていいかなってところですね。はい。で次ゼロシリーズ、先ほど言った通りね、先週のやつでゼロ、月はみの仮面が両方ともランクインしたんだけど、2週目になったら PS4 版が抜けてるんで、こんな感じのね。で、しかもこのゼロ全体のグラフの中でもちょっと一番下なんですよね。まあ、月はみっていうのはもともと Wii で発売されたタイトルで、一応ファミ通のランキング的に見ると、今までで一番こう Wii 版が売れてたってところを考えると、まあ、Wii 体験したことがある人がこれを買ったかどうかっていうところもあるし、まあ、いつも言うところのね、ダウンロード版の話もあるし、まあ、だから、濡れガラスの巫女がね、スイッチと Wii で発、え、Wii じゃない、スイッチと PS4 で出た時に、と比べるとダウンロードで買う人が増えてるって考えれば、まあ、このぐらい落ちててもまあ、しゃあないのかなって見方もまあ、できるかなってところですね。だから、濡れガラスの時のね、やっぱもう、Wii U よりも、あ、そっか、Wii U だもんね。Wii U に持ってなくて、今回スイッチと、濡れガラスはね、Wii U 持ってなくて、スイッチ PS4 で初めて遊びましたって人が、の数からすると、Wii でね、月はみの仮面遊んでた人で、遊んでた人の方が多分多いことから考えると、スイッチや PS4 で 初体験って人は、まあ、少ないっていうのを、まあ、考えられるかなってところですね。まあ、まあ、ちょっと古いタイトルっていう見方もあるしね。まあ、ちょっとこの辺はどういう風な傾向なのかよくわかんないけど、もう、次ゼロのね、シリーズで何かこうリメイクするっていうのがあるのかわかんないし、まあ、ね、ちょっとわかんないんですけども、次出た時にね、これより下なのか上なのかっていう、そういう基準で見るっていう意味では、この数字は一応グラフまで残しておくといいのかなというところです。はい。で、次が、PS5 の主なタイトルですね。これがですね、ホグワーツレガシーとグランツーリスモ7が今ランクに残り続けてるんで、まあ、グランツーリスモ7は相変わらず PS5 一番売れてるソフトとしてこう伸び続けてるんだけど、ホグワーツレガシーがついにね、ホライゾンを、ね、抜いて、こう、歴代2位になりました。はい。歴代2位になったので、一応これがね、ちょっとめでたいところだとは思うんですけども、まあ、次のね、新作っていうか、今、ウォーロングとか何作かこう、PS5向けのタイトルがね、3万台、4万台ぐらいにいるのがね、ちょっとこう、じわじわ伸びて5万台超えてくれると、ここにグラフにね、追加できるんで、そっちも、頑張ってほしいところなんですけど、まあ、ちょっと PS5 は今ね、あんまり元気なタイトルがないかなというところです。はい。で、次が、スイッチですね。スイッチの150万超えタイトルなんですが、まあ、相変わらずね、定番が定番として残ってるっていう、以外、特に表現はないです。はい。ということで、トップ30ですね。トップ30、週別販売本数の累計をこう入れてみると、まあ、先週もね、今週も2週連続でね、過去 2年に比べるとあんま良くないと。で、まあ、来週はね、昨年じゃないか、2021年はモンスターハンターライズが発売された週で、2021年のグラフがガーンと伸びてるんだけど、ちょっと今のところね、こう伸びる要因っていうのは2023年にはないんだけども、じゃあ今年ね、どんなやつが出るかっていうと、こんな感じのタイトルになってます。で、まあ一応僕の中では、ライザのアトリエ3と、バイオハザード、RE4、この2タイトルがまあランクに入ってくるかな。まあちょっとね、グリムガーディアンズ、レーモンパージとかね、SD 新仮面ライダーランプとかも入ってくるかもしれないけど、ちょっと、それよりも、バイオハザード RE4 とライザの方が上にいるんじゃないかなということで、まあそういう感じで一応予想をしてみました。まあ実際どうなるかはちょっとわかりませんと。で、ちなみに先週っていうか、先々週か、前回ね、前回予想として書いてたのはこんな感じで、月はみがランク入るかなって書いてて、まあ月はみ入ったんだけど、まあそれ以外に、ね、レイズアーケードクロノロジーと、アイビーだっけ、この2タイトルがね、入ってたんですけども、まあ、
これな、IB じゃなんか読み方あったんだっけまあいいや。ちょっとなんか記憶ないんで、まあまあいいや。で、こういう感じになってて、まあね、一応入ってたんだけども、まあまあまあ、寂しい感じになりますので。でちなみに、ちょっと先週がね、発表が一緒に、今回一緒になっちゃったんで予想はしてなかったんだけども、こんな感じのタイトルがね、先週発売されて、この中で、ベヨネッタオリジンズと、なんだ、青き翼、あ、違う、新尺の方か、新尺剣の町の、異邦人が、ランクインしてたので、まあそういう感じになるところですね。という感じなんですが、まあちょっとね、ベヨネッタの数字とかね、あとその前の、2、3週前にメトロイドプライムリマスタードのね、数字とかを見ていると、やっぱ任天堂タイトルとはいえ、やっぱりこう、なんかこう、ビッグなタイトルとね、あんまりこう、数稼げてないのっていうのがね、こう、明確に出てきているところを見ると、今後の任天堂タイトルもね、結構ダウンロードの方にこう、流れるタイトルとかもあるのかなとかね、想像してしまうんです。まあ実際のところよくわかんないんですけども、まあ任天堂もね、何を持ってパッケージにして、何を持ってダウンロードにしてるか、そこよくわかんないんだけど、まあベヨネッタはもしかしたら、ちょっと、今後こういう派生タイトル的なものは、ダウンロードに流れて、で、ナンバリングの方が出るなら、その時にまたパッケージって感じになるのかなとかね、いろいろこう、まあ想像を巡らしてみたり、まあ、パッケージゲームコレクター的には、パッケージにどんどん来いよって感じなんだけど、でも、市場的にはパッケージの市場はあんまりよろしくないのかなという思った次第だったりします。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さっきかんでした。